六代目三遊亭円楽は日本の落語家、俳優、五代目演楽一門会所属で漢字長を務める。また、2017年6月27日から客員として落語芸術協会に加入しており、二つの話し家団体で活動している。2010年3月1日、署名の三遊亭楽太郎から師匠の名跡である六代目、 三遊亭窓科学を襲名した。出林は、師匠の五代目、三遊亭窓科学と同じ、元読、花見踊り。本名は、海大通。東京都墨田区出身。墨田区立両国中学校、東京都立深川高等学校、青山学院大学法学部卒業。長男は、落語家、声優の海一太郎。2008年8月、師匠。 5代目円楽から、楽太郎が還暦を迎える2010年2月に6代目、円楽を襲名をすることが発表された。当時、楽太郎が60歳を迎えるのが2010年の2月で、新内昇進したのが1981年の春だったため、その頃をメドにという表現をしていた。楽太郎は、円楽の名跡は、師匠が大きくしたもの。 五代目、六代目は良かったねと言われるよう正事にしたいと語った。しかし、自らがプロデュースする、博多、天神楽語祭り開催直前の2009年10月29日、五代目が、肺がんで死去した。すでに、服を乖離していた楽太郎は、師匠の最後には立ち会えなかった。翌日の開幕式では、気丈に振る舞っていたものの、師匠を失い、 襲名披露に立ち会ってもらえなくなったという精神的ショックは大きく、報道陣に対しては自筆のコメントペーパーを出すのが精一杯だった。その後も仕事で地方回りがあったため、対面は一問による通夜が行われた11月4日となった。2010年2月28日放送の焦点にて六代目円楽襲名披露工場を行い、 翌3月1日付で正式に6代目円楽を襲名した。3月2日には襲名披露パーティーと記者会見を帝国ホテルにて開催し、襲名披露公演は3月3日の高知、県立県民文化放を皮切りに12月まで全国80カ所以上で行われ、3月15日には新橋演舞場、2010年3月下席から4月。 中席まで落語芸術協会の上席工業でも開催された。寄せ上席での披露工業は、落太郎の要望に応じた落語芸術協会会長の桂歌丸の協力により実現し、当人の上席への出演は32年ぶりとなった。また5月31日には、横浜市の三好演芸場で行われた歌丸一門会での取りを務めた。 商店のオープニングではアニメーションが変更され、2010年2月28日から2016年5月8日の放送まで6代目の寄せ文字が入っていた。襲名と同時に5代目が担当していた日本行動、毎日行の CM ナレーションも継承している。カツラ歌丸との関係以下のシリーズは Amazon ディスクオンデマンドのサービス停止に伴い、2021年6月4日で、 販売終了となった。新内三遊亭五十九楽が一門の古文格だった。日名前座両名について円楽は、落語家廃業後も身内と捉えており、一門会に出演することもあるほか、石田の著書を商店で宣伝したり、移住院とテレビラジオにおいて共演することがある。また、移住院も円楽を現在も師匠と呼び、 落語家時代の話をすることがある。息子の一太郎も厳密には本業は落語家ではなく声優である。ありがとうございます。